45あればいい。45あればいい。はい、お疲れ様です。回しながら来ないでくださいよ。いや、もうこれあのセオリーだから、俺のセオリーだから。いや、やる、LINE が入ってきたの全然気づかなかった。やめてくださいよ。よし、ちょっとセットしましょう。はい、続きましてというか、さっきの東さんのね、質問の後で、はい、でご報告ですということで、はい、回答の中で 手元が浮いている可能性があると指摘されており、はい、スマホでスイングチェックしたところ、その傾向がありましたと、はい、過去の動画で話されていましたダウンスイング初期に、左手を左、大腿へ引っ張る意識を、はい、引っ張る意識を強くしたところ、はい、その傾向がなくなり、弾道距離、ミート率が安定してきたと、はい、いうことで、Q&A 動画の中で参考になる解決方法や試したい方法などいろいろあると感じていますので、王道トリッキー問わずどんどんお話しいただけると幸いです。あ、そっか、まだこう壁を作って喋ってるっぽいのかな。え、何が？そこまで全部喋ってないっぽく聞こえるのかな。いや、そんなことないでしょ。なんかだね。うん。はい、続きまして磯野波平さんです。お、それってその名前は、いや、わかんない。いつも楽しく拝見してます。 YouTube で偶然ジャンボさんの15年前の、はい、特集番組を見ましたと、はい、2003年尾崎雅史56歳という動画です、はい、まさにレジェンドですね、はい、これあれかな、ゾーンかな、多分ゾーンですね、ドライバーヘッド390バランス DA7 って56歳ですよね、うん、ということで、なんと若かりし頃の、はい、教祖が出演していました、この頃からもう、マネージャーをしてたんですね。普通の見た目で痩せていたので最初分かりませんでした。できたらあの、この頃の思い出話を聞かせてくださいということで、うん、2003年は小暮氏はまだ研修生、研修生でやってましたね。研修生だよね、うん、下手でしたね。下手だったね、うん、あの頃だったらまだ全然小暮に勝てたんだけど、あの頃はねドローしか打てなくて、いや、皆さんと一緒だよ。フェード打てなかったんだ俺。そうだよね、うん、フェード打てなかった、うん、でも皆さんの思い出ですよ。もう思い出忘れた。あれ、あれなんですよね、ジャンボ亭の毎日が濃すぎるんですよね。濃すぎて、内容が覚えてらんないですよ。濃すぎる、いちいちが。まあ、だからこのゾーンの時の話をすると、はい、ゾーンの時はまあプロギア契約でプロギアのバスが来て、うん、要は仕上げたのが D6 とか、うん、多分あの頃45インチぐらいでしょ、45前後ですね、だよね、はい、でやってたっていうのは覚えて、あの時また機械持ち込んで題材的にやってたっていうことだよね。そうですね、うん、まあ、沖縄ね、沖縄また行ってみたいですね、自分のゴルフで。宮下さんのアプローチがやばいよ、あのリフト。やばいね。いや、コーラ多い、コーラ多いから大丈夫。いやいや、パターがダメ。なんで？いや、俺コーラ得意。いやいや、宮下さんのパターはね、あのコーラ全くダメだから。いやいや、コーラになったらもう頭スイッチ変わるんだ。なんでそれ？スコーンって打つんだから。ベントで。いや、だからね、いや、ここちょうどいいこと言ったよ。なんで？なんで、うん、あの、これだけインパクト変わるかって、うん、高麗とベントの違いで、うん、やっぱ強くヒットできれば、うん、できると思えば、うん、ストロークって悪くならないの、うん、速いと思うから緩むんだからね、インパクト。これは言っとくよ。お前は速かろうが遅かろうがスコ打ちするタイプだけど、いやいや、だから逆に、じゃあなんで分かっててあのタッチだと。いや、だからコロンって入れたい。打ちすぎたくないから。だから打てなくて、こうヒットが弱くなったりするわけ。でもね、球、いや、それ確かに先で打つのは引っ掛けたくないから。うるせえな、先で打つ。高麗入ることないな。え、高麗グリーン入ることない、本当に。いや、高麗グリーンだとターンって入れるっつうの。いや、ターンってさ、入れて、意外に速いんだから。高麗の順面はね。いや、それは分かりますよ、そのくらいは。分かりますよ。そのくらい分かりますよ。まあいいんだよ、この話はいいです。続きまして、龍太、その話それでよかったですか。うん、うん、思い出の話だったね。もっとなんか思い出ありそうだけど。いや、いいんだよ。まあまあ、前みたいな、どん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 この試合を寝坊したってやつ。寝坊したのないもん。お前、それ人のこと言えねえからな。お前、夕方の飯の時にお前寝てて起きてこなかったとかいうのあるやないか。そんな夕方寝坊するやつなんか見たことねえよ。言っといて、寝坊の話で。はい、続きまして、リュウタ長谷川さんです。
今日も楽しく拝見させていただきました、まだ一回も質問回答されてることがないんで聞きたいことが山ほどあります。で多分この方はね動画はまだアップしてないけど、はい、一応あるあのドライバーがどっか行っちゃうって言ってた人、大学生で、あ大学生、うん、なんで、この人はね175センチ78キロ、はい、うん、いい体しますね。体力測定とかでよくあるソフトボール投げは20メートルぐらいしか投げれません。ちょっとおかしいおかしいって知りきれないな。20メートル多いよ、うん、ちょっと待ってにしてみましょう。いや、1話目はあの赤く変わったから撮れてると思います。ちょっと見てくる。早く。もう再生してんすか。早く再生してねえよ。再生して再生してくださいよ。再生してないよ。録画してるよ。再生じゃねえ。録画してるよ。マジで？続きね、はい、長谷川龍太、龍太さん、はい、175センチ78キロ、あ、はいはいはい、体重、体力測定とかであるソフトボールは20メーターぐらいしか投げれないんだって。なんで20メーターなんだろう。男の人で20メーター、うん、身体能力が低いのにドライバーで300近く飛ぶことに自分でも驚いてます。それはすごい、うん、練習場では曲がらなく飛んでいた、いるのですが、はい、インパクトの瞬間右足のつま先が浮いてしまいます、短いクラブではならないのですが、長いクラブでフルショットしようとすると右足のつま先が浮きます。直したいと思うのですが、レッスン動画やゴルフ雑誌などでつま先が浮くことが悪い動きということを聞いたことがありません。ただ単に自分の下半身が弱いのか、それとも修正した方がいいのか、補足でかかとがついたままつま先が浮きます。ちょっと待って、イメージが全く出ないあの会話なんですよ。ボールが 20m しか投げれないのに300飛ぶんでしょ、うん、まあこれはだから自分でも驚いてる。でダウンチームでつま先が浮くんでしょ、うんと、インパクトの瞬間、瞬間だから右足使ってないんでしょうね。右足で蹴ってない、まあ間違いなく蹴ってないよね、うん、俺今まで右のつま先インパクトで上がる人見たことないから。僕もないです。いるこういう人。プロゴルファーっていうか、僕が今まで見た男子ツアーの中ではいないですね、うん、だからちょっと変則なんじゃないですか、うん、変則だよね、うん、だってあのシード選手でいないもん。つま先が浮く、あの右足のつま先にあれですよ、重しを乗っけてスイングする、重し乗っけてっていうよりも、だってでもさっきもここで言ったけど右足で蹴れてないってことだから、うん、手を振ってる。いやでもドライバーだけってことでしょこれ。長いクラブだけって言ってるよ。でもそれはだから俺の僕のかイメージでは、でもそんなこと言ったらショット全部配分は一緒だと思う。ドライバーだけプンって振るから浮くのも、くであってコントロールしたら多分浮かないと思う。あのライン出しとかね、うん、したら浮かないと思う、うん、ていうか300飛ぶんだったら飛ばす必要ないんじゃないですか。300無理に、それでだって叩いちゃってるんでしょ。まあだから前回のその質問でね、うん、あの右に度放すっていうことは言ってた人だよね、うん、だからまあそういうことだよね。コントロールできないぐらいの振りは、うん、自分で体の制御できないぐらいの振りは、うん、ドラコン選手しかやっちゃいけない動きだよね、うん、ゴルフはやっぱコントロールのスポーツだから、ね、あの特にあのスコアを出していかなきゃいけないゴルフはね、うん、ドラコン選手は別よ。いやいや、どんな動きになろうが何しようが球飛べばいいんだから。もしかしてやってること宮下と一緒だわ。ドライバー飛べばいいっていう。俺はだから俺は飛ばすイコール曲がんないで飛ばすって言ってるでしょ何回も。これ曲がったら飛ばしになんねえでよ、ね、なんねえでよってな、どこの言葉でだからちょっとコントロールしてもらいましょう。そのあの別に動き、自分がそういう打ち方して300飛ぶんだから300飛ばす打ち方を僕もダメって言いたくないし、うん、
その人がその人なりに考えてさ、僕300飛ぶっていう、僕だって言ったじゃないですか、汚いスイングだろうが300、いや300飛んでも曲がらないってことでしょ、曲がらない。僕は林に入ってもいいから300飛べばいいよ。嘘つけ。お前は本当に言うこととあの自分でやること違うよね。だって今飛ばしたいんだもん、曲がってもいいから飛ばしたいんだもん。もうでも飛ばないだから曲がってもいいから飛ばしたいんだ今はね、うんうん、だから要はこの人自分でさ撮ったら、あの画像撮ったら、うん、インパクトで右足のつま先が浮いてるってことでしょ、うん、だから他のクラブでは浮かないってことなんだから、あのそれがイレギュラーだってことだよね、うん、ドライバーの、そのドライバーなのか長いクラブって言ってるから、うん、長いクラブに関してはイレギュラーな体の動きをしてるってことでいいよね、うん、だからそれを修正した方がいいんじゃないの。でも修正直した方がいいと思う、やっぱどうにかしてね、うん、だから原因はそこにあるのかもしれないね、うん、曲がる原因はね、うん、で飛ばす原因もそこにもしかしたらそれが飛ばす要因になってたのかもしれないけど、そう、それで飛ぶから別にいいと思うんですけど、スコア出ないんだったら直した方がいいですよね、うん、コントロール効かないんだったね、スコア出ないっていう、コントロールが効かないんだったら、うん、ってことでいいよね、はい、っていうことで、ちょっと修正する、まあするしないはまあ本人のあれなんだろうけど、はい、ショートアイアンとか普通のアイアン打ってる時に出なくてドライバーに限ってそういう動きになるんだったら、うん、ちょっとイレギュラーですよっていうことだけ言っとこうか、はい、ね、そうしましょう、うん、はい、続きまして、鈴木浩二さんです、はい、こんばんは、宮下教祖小暮先生、私の悩みですが、はい、毎回同じメンバーコースをラウンドしますが、はい、ラウンドするために嫌いなホールが増えてきます。おこれはもうちょっとお前タイプだよね。だから決めたから、いやもう小暮タイプ、この人、他のコースだと簡単に75から82で回りますが、うん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 、マイコースだとトラウマホールばかりで、うん、なかなか良い結果が出ません、うん、教祖小暮先生、もはやトラウマコースのトラウマホールはございますか。ある、すごいやん。トラウマホールの克服方法特にティーショットを教えてください、お願いします。はい、まあ、もうお前だよ、どっちかっていうとタイプね。だからイメージ悪いのがイメージ残っちゃうんで、うん、一番いいのが忘れるなんですけど、でもホームコースだから忘れられないんですよね、うん、忘れられないよね、うん、たまにコースなら忘れちゃいますけど、でも言ったらさ、いや絶対覚えてるよ、お前曲げたとこは絶対覚えてるじゃん。そう、で、あそこは曲げたくないっつって、もう左に例えばもうダメだと思ったらもう右にどこまでも逃げたりするしね、お前ね。そうですよ、そうやってください。いや、だから俺はお前と勝負するときに、俺も知らない、お前も知らないコース行った方のがワンチャンスあるっていうのはそれよ。僕は勃発するっていう、勃発狙いでしょ。勃発狙い。だからどっちかって言ったら、もう小暮はもう絶対に練習ラウンドして全てをチェックして、あ、ここはいい、ここはダメとかチェックするタイプじゃん。当たり前じゃないですか、そんなの。いや、俺はもう知らないコースでもキャディーさんに、あそこからあそこに打ったら大丈夫ですよ、あそこから右の何ヤード打っちゃったら OB ですよとかって聞いてそれで打つのが楽しい。何その言い方。いや、どうするのこの人。トラウマホールが、まあ、トラウマホールの、あの、まずティーショットでしょ。自分にトラウマホールがあるかどうか。あります。あ、ある、いっぱいありますよ、それは。このホール嫌だっていっぱいありますよ。だって大笑いなんかドライバーつかないんだからね。そうだよね。まあ俺はまあないっていうか、あるけど、うん、嫌なホールだなとか、ここ嫌だなって思うことはあっても、うん、ずっとそこに残ることはない。いや、だって、いや、嫌なホールはさ、すげえミスするじゃん、チョロとかするよね。、うん、するけど別に。そう、それは自分の、あの、技術がないだけの話だって。 OB とかじゃなければいいですよね、うん、だから僕は刻んでください。いや、あの、違う、だって当たってるでしょ、対処法でしょ、刻み。ああ、まあ、刻むんですよ。いや、お前のレベルだったらそれはドライバーよりもスプーンのが曲がらないっていう、こう、確率があるじゃん。確率ある。でもアマチュアだったら別にドライバーで打とうが、ファイブアイアンで打とうが、確率ってあんま変わらないと思うな。あの、この人だから75から82っていうと、まあ、ほぼ俺と同じぐらいだと思うの。え ?82 から75のレベルだから。そう、うん、いや、俺はだから絶好調になっちゃったらもうちょっといっちゃうけど、でも感じ的にはスコアすごい、感じ的にはそうじゃん、悪気80ちょっと打っちゃうしっていう感じじゃん、まあね、だからあんまりドライバーだろうがスプーンだろうが4アイアンだろうが5アイアンだろうが、多分まっすぐ自分で飛ばす確率ってあんま変わんないはずなの。それ言われたらそうかも、ね、だからそれがあのプロとアマチュアの違いだからね。だから僕はそのトライマーホールで、またちょっと話戻りますけど、うん、宮下さんに言ってた左が嫌だったら右に打つし、うん、でも、あの、だから極端にですよ、うん、だから左が嫌でも左行っちゃうからトラウマになるんで、もう右、左が嫌だったら右の林に打ち込む。
ぐらいのことをやってった方がいいってことよね、うん、意外に右の端打ち込んだら打てたりするんですよ、うん、まあそうだよね。だからもう極だから左のがダメなら左だけ行かなきゃいいぐらい逃げてやってみてください、うん、だからまあ克服方法はまあできるできないにかかわらず、これみたいにもっと確率のいいクラブがあるんだったらそっちで打ってくださいってことね。でも逃げまくる、ね、逃げる練習、逃げるゴルフするもんね、うん、もう俺は攻めのゴルフしかないから。なんかさ、だからそういう言い方だよねでもね、逃げるのもゴルフだよ。違う、だから俺は逃げられないの逃げる方法がないの。だからもう俺は自分はドライバー上手いと思ってパンって振るしかないの。もうそれで曲がったらしょうがないと思うから、まあね、宮下さんだけですよ、あの大笑いの一番をフォローでさ、ドライバーかましてく人が大笑いの一番をフォローで割ってってさ、だってピッチングで打てんだもん、食らったらちゃんと。あんなさ、こんなとこにさ、でさ、気持ちよくなったらさ、残り2番から9番全部ボギーとかやめてください。で違う、俺ね一番ホール狭いと思ったことないね狭いから。狭いんでしょ。狭い、逆に狭いと思うのは3番ホールとか。でも3番ホールとか刻んどきゃいいんだよ。そうだから、そういう感覚でしょ、うん、俺たちは、うん、刻めないから俺ね、小細工できないから必ず右の林ですもんね。そうなの、そうなのだから、まあだからトラウマの克服方法としては、まあ、確率のいいクラブで打ってみたりっていうのも方法としてはありますよと、うん、でまあもうとりあえず行かない方に、行っちゃいけない方を避けるゴルフをしてみてくださいって、うん、あともう一個ある。何やねん。だから同じ系の考えで言ったからさ、ちょっといろいろ言いたくて、うん、ちょっとね、スリークォーターやってもらう。スリークォーターショット T ショットで、うん、全然できますよ。スリークォーターの練習しないと、ライン出し、ドライバーが多分260、70だったら230のドライバー練習するんです。ちょっと距離を落とすね、コントロールショットの練習をしてくれってことね。はい、ということです、続きまして、ユージ山本さんです、いつも楽しく拝見させていただいてます。クラフトマン小暮氏に質問です、はい、スリーブとのシャフトを変えようと思っているのですが、はいはい、狙っているシャフトが中古で売りに出されてますと、うん、ただ5番ウッド用、長さ 40.75、うん、インチ先端剥離、うん、1.25 インチチップカット、うん、なしという記載があります、うん、チップカットなしという記載があります、うん、先端剥離とかチップカットとか意味がよく分かりません中古シャフトを気をつけて購入しないと失敗することがあると聞きますが、うん、問題なく使用できるのでしょうかということ。そのもう40点っていう時点でもうちょっとダメです。クリークグルのシャフトじゃないですか。ああそうだね、それはちょっとタイム買わない方がいいんじゃない。それは買わない方がいい。これをスリープトに入れるの危険だよと、はい、っていうことなんで、まあ先端剥離っていうのはもうだから入れてあったのを抜いてるってことだよね。抜いて剥離ちょっと要は剥離ってあれでしょ、要はお前の接着するときは新品のシャフト削るじゃん、はいはいはい、あれよ。チップカットっていうのは先を切ってるから、うんうん、先端カットしてるかってことだから、うん、だからまあ間違いなく入ってたやつで先はこれチップカットしてないってことか。え 1.25 って言ってましたよ。 1.25 って言ってるよね。まあまあカットしてるです。だからもうちょっとやめた方がいいです。それはその商品はやめた方がいいっていうことです、うん、気をつけてください、はい、危ない危ない、はい。続きまして、イカのおじさんさんからですいつも楽しく動画拝見しています、はい、質問があるんですが、私も野球経験者で、はい、先日カーブをサードに引っ掛けるを試してみたところ、うんうん、捕まった良い球が出るようになりました。ほらほらトリッキーな人いる。しかしショートアイアンは捕まりすぎてしまいます。ショートアイアンやらなくてさショートアイアンやらなくていいです。で、ライン出しを野球で例えるとどんなイメージですか。ライン出し、うん、俺やったことないわ。野球で例えるとでしょ。そう、じゃあ待って、イメージするからちょっとタイム、ね考えて、僕がライン出しするときは野球で例えるんでしょ。もうただ単にプルヒッターだからな、お前な。そうだから野球で例えるんだったら、ちょっとやめてよ、僕に言わせてよ。もう考えてるから考えてるんだから、俺は先に言ってやるよ、はい、野球で例えるんだったら、うん、トスバッティング、うん、ピッチャーがな軽くね、近い冷めたぐらいのところで投げたやつを、うん、ライナーで返す、ワンバンじゃなくてライナーで投げてる人に返すっていうイメージ。だからさ、自分も野球やっててできるから言ってるけどさ、うん、すっげえ難しい技能だから。そうだよ、そうだよ、わざと言ったんだよ、これ何言うの。ライン出しのイメージね、ライン出しライン出しが難しくなっちゃうじゃん。もっと優しい言い方しないと。いや、野球やってる人だったらできるから。あ、まあね、ワンバンになってしまうかもしれないけど、投げてきたところに返すっていう動きはライン出しだ。ど
で、あのプルヒッターのオグレシワプルヒッターだからカーブを引っ掛けるでライン出しだよお前、もうないんだろ、野球にライン出しないんだろ、お前。そうだからもうアウトコース、やばいって言ってこう外れたって、もう片手一本でセカンドの頭にポンって打つイメージないわけだろ。ないないです。だからその小暮氏はライン出しのイメージはないって言ってた。だからちょっと今考えてるいや、なきゃないでいいよ。いや、ないっていうのだとやだな。ないんだよ、ないんだって結局。もうただ単にもう振るしかなかったんだから、引っ張るしかなかったんだから、小暮お前は。わかった。何またライン出しでしょ。出たよ、トリッキーなの来たよ、トリッキーなの。まあ自分には出たことないサインが出る、なんだよそれ。今日のさっきのさ、昼のピッチャー9回までノーヒットノーランでさ、負けてるんですよ、知ってます。あの左ピッチャー打てなかった、ノーヒットノーラン、完全試合。いやいや、完全試合ってノーヒットノーランだったのに、あれなんか携帯見たらニュースで、ヤフーニュースで、うん、10回に打たれて負けてるんですよ、幻のノーヒットノーランっていう。 あの時にあいつ、その負けたチームがスクイズ成功してればよかったんだけど、バリバリ読まれてて、まあその話はなしとして、なんだっけ、エンドランのサイン、エンドランどんな球が来ても当てる。まあいいや、もうお前の野球のイメージだもんね。だってエンドランのサイン出たら絶対当てなきゃいけないじゃん。いや、まあそうだけど、うん、うん、分かった。どの球が来ても当てる。はい、トリッキーの小暮選手の回答出ました。これダメかも。いや、いいよ、野球で例えてくれって言ってんだから。エンドランがサインが出て、どんな球が来てももう合わせるっていうことね。慌てないで、うん、バックスイング入れないで、うん、そういうイメージで言ってるんですよ。もうこんなやったらエンドラン当たらないから、ちょっとこう、いや野球でそんなんやって打つ人いないから。俺、いや、いや、だからプルヒッターだって言ってる。だからこっそり短く持って、うん、ただ振りかぶらないで野球ね、エンドランね、あのライン出しはエンドランだそうです。なんか無理やり言ったら、まあいいよ、無理やりだもんだって。また違うちょっとイメージが出たらまた言えよ、はい、今度の動画で。はい、はい、続きまして板橋モンキーズさんです。モンキーズさん、ジャンガ動画で勉強したことを実行してみようとドライバーのセッティングを変えてみました、うん、今までは総重量 290g 前後、うん、バランスは D2.5、うん、長さは 45.75 までのドライバーを使ってましたが、はい、47インチを組んでみました。行きましたね、宮瀬さんが 47.5 行くからみんなが、うん、が 304g、はい、D7 になってしまいました、はいはいはい、総重量を軽くしたくて 40g のグリップを刺したのも原因ですが、うん、D7 のドライバーなんて振ったことがありません、うんうん、グリップが乾いてないので試打していませんが、うん、小暮さんの言ってたように鉛を張って遊んでみます、はいはい、っていうことですけど、うん、47インチで D7 って言ったら逆に軽いめですね、うん、もうやっぱもう D の上の数字を聞いたことないから、こんな重いクラブって感じなんだ、ね、軽いやつを伸ばしてるだけだからヘッド重量変わらないわけで、うん、長いからバランスが出てるっていう表記なわけで、 D7 全然逆にその普通、うん、普通です。4747インチあるんだったら別に、うん、D9 とか E0 ぐらいまで出したっていいよね、硬いシャフト使ってんだったらね、うん、ちなみにだからもう今日 俺のドライバーなんかはずっと言ってんじゃん、うん、47.25 SR のふにゃふにゃ使ってて、うん、E1 出してるふにゃふにゃなのに E1 出してる、ね、だから逆に長くないとヘッド、ヘッドバランスないとどこにヘッドがあるかわからない、うん、そうですね、あと力伝わらないですから、うん、せっかく長尺してるのに、うん、だから最高のクラブができてるっていうことでいいよ ね、 ってないですよね、モンキーズさんね、オッケーですよ、うん、数値的にも全然大丈夫です、そうね、と、うん、いうことでちょっと全然やってみてください、はい。